なめたけ太郎さんからの質問です。いつも楽しく動画、見させていただいてます。とてもバカな質問なのですが、 F1 マシーンって素人でも速く走ろうと思わなければスピンなどせず走らせられるものなのでしょうか。ペダルやハンドルの重さは無視してでもやっぱり F1 を乗るにはそれなりのテクニックが必要なのでしょうか。それともある程度の素人なら乗れるくらいの今の F1 は最新の技術で乗りやすくなっているのでしょうか。なんか乗れそうな気はするよね。そうゲームでも乗れてないですよ。どの口が言ったんですか今。なんか乗れそうじゃない。まあ、正直乗れる、乗れる乗れないで言えばね、ラップタイム関係なければ乗れるでしょうね。タイヤとか発熱しなくてもよければ。まずその発熱は絶対させられないだろうね、なんとか最初のクラッチのとこだけ。クラッチも今勝手につながるから、つながるから、そう乗れんじゃない。だから逆に本当にノロノロ走るか、中途半端が一番良くないと思うんですよね。あ、確かに確かに。 F1 ぐらいになると、ある程度のスピードで走ると、ダウンフォースも出るから安定する、安定する、でも例えば100キロぐらいで走っちゃうと、ダウンフォース出てない、曲がらないと思う多分。タイヤのグリップない、なのに曲がろうとするドンガラガシャーンだと思うんですよ。逆に200キロぐらいでコーナー入っていけば、ダウンフォース出るから、タイヤ温まってなかろうがベタってくると思うんですよね。あ、それね。でも200キロで多分飛び込んでいけないから、飛び込んでいけないよね。だから50キロぐらいでなんかノロノロって走るんだったら、フィットリミッター押しっぱなしで80キロ以上出ない状態で走れば意外といけるかもしれないですね。そうだね。だから多分その素人さんが、多分タラさんみたいな人が乗るときはもう本当に極端に遅く走らないと、ちょっと中途半端な、ね、踏んだらスピード出るからで、ちょっと中途半端なスピードで多分コーナー入ったら曲がらないだろうね、車が。か、ま、あのブレーキ踏んだ瞬間に、踏みすぎちゃって、戻さなくて、そうだね、ブレーキがすごい効くから、フロント荷重で、キャーンってリア曲がっちゃ う, バーン止まって、もう いきなり気絶するんじゃない、ブレーキで、バーンって、気絶するぐらいブレーキ踏めないと思いますけど、ガーンって踏んだとしても、ね、ガーンって踏んだとしても、バーンって踏んで戻さないと、ね、回っちゃうんですけど、まあ多分フロントに寄りすぎちゃって、くるーんって回っちゃうっていう。確かに何もかもがなんじゃこりゃになるだろうね。ブレーキもね、全然違う。ぬるっと踏めない、バーンと踏まなきゃいけないし、バーンって言っても思ってる以上にバーンだから、あれ絶対。だから本当にトロトロトロだろうね。だからピットロードリミッターの状態で走れば、もう帰って車壊しちゃう。ゆっくり走るように作られてないでしょ、だって。だし、まあ、さっき言った200キロで入っていけないっていうのは恐怖心もあるけど、200キロでコーナリングするのって、ものすごい横 G ですからね。100キロでもすごい横 G だわって思いますよ。皆さん高速道路とかで走ってる R とは全然違うから。そうだよね。実際映像では分かりづらいけど、もっとすごい、あれほら一回ツーシーター乗ったじゃん、はい、その時にその横 G ってどうだったの。もうすんごいです。もうずっとこ、いやもう それどころではここまで出てきます、コックピットのここからポンポン出てきます、もう自分の首がもげてるような感じ出ちゃうみたいな、こんなですよ。だから本当にそれもその高速コーナーでそうなるはまだ分かるけど、アブダビのこの試験員とかでそうですから、ヘアピンとかで、もうこうなっちゃうんだ、最初出てって最初の試験員で普通、ね、ゆっくり走ってるように見えるじゃないですか、なんなく。そこで首こんなになっちゃうから、あらーってこれ無理だわーっていう、へえ、ちょっとストレート行くのやめてくれーっていうぐらい、もう試験員のこの切り返しだけでもこんなだもん、へえって、もう戻るっていう。一応あれでしょ、体がっつり止めてもらってるわけでしょ。でも多分がっちりしすぎると、もう内臓が動いて普通の人は耐えきれないから、耐えきれないな。ある程度は余裕持たせてシートベルトはしてるみたいですね、あの時は。だって通信高なんで、それでなくても本気のレーシングスピードでも走らないわけでしょ、あとお客さんも捨てるわけだから、それでも結構いいペースで走りますからね、やつら。まあまあ、やっぱり乗ってると楽しいんだろうね。しかも僕が乗った時、運転手ディグラシか誰かだったと思いますけど、だってストレートが楽ってわけじゃないでしょ、だからストレート楽です、全然普通です。あ、普通。ただまあ、でもその先にはブレーキングが待ってるわけ。あのハブダビの長いバックストレートエンドのブレーキングがあるから、いつ来るかいつ来るか怖い怖い怖いと思いながら。しかももう見えないからね、通信台前、ね、見えます、意外と見えますし、どの辺でブレーキ、それこそ横見てればある程度わかるから、斜め前を見るけど、ね、はいはいはい、
もうその前にあの低速の試験員ですら、うん、もう俺無理っていうぐらいの横地に生きてるから、そうなんだ、うわこれは本当にやばいやつではって思うんですよね。へ、それを知ってしまうとやっぱその横地って普通の人がもう経験できないとか想像できないぐらいの横地だから、ちょっとまあ本当に いざ乗ったとしては、うん、あの技術としてね、ステアリングとストロットルとブレーキの操作ができたとしても、うん、体は絶対耐えられないですよ。へえ、そういうもんなんだね。まあ、カートをやったことある人ある程度近いものは感じるかもしれないけど、 あ、まあ、あれとも全然違うぐらいすごい。まあまあそうだよね。カートでもね、外から見てゆっくり走ってるように見えても実際乗るとむちゃくちゃ体きついじゃないですか。もうめちゃめちゃきついよ。スピード出せないもん、もう痛くて、うん、そうそう本当に、うん、それ以上、全然それ以上ですからね、うん、不安になってくると。確かに、まあそうだよね。こうだってステップアップしてきたらね、だって角田君や、うん、だってもう別物だって言ってるわけだから、そうだよね。なるほど。だからまああれですよ、だからまあ、乗れるか乗れないかって言われれば、まあ、乗れますけどっていう多分普通にわーんって言って、ね、1万何千回転まで引っ張ってシフトアップすらできないんじゃないかなと。あ、それで行ったとしても3速ぐらいまでしか上げないじゃないですかまあでもなかなかね、その本当のドライバーの凄さを体感できるって、まあ、なかなかないもんね。まあさすがに F1 まで行っちゃうとね。まあでもまあオーストラリア行けばね、あれお金払えば乗れるんでしょ。まあ200万ぐらいでも金額はね、まあ、一応お金で解決で。まあでも僕乗りたいからちょっと乗りたくないし、怖いもんだって怖いです。怖いし、もう体耐えきれないもん、うん、何周乗ったの。僕はもう1周ですよ。1周で、まあ、2周じゃなくてよかったと思う。あ、2周行ったら完全リバースしてたわと思うぐらいすごいんですよ本当に。へ、歯食いしばってないともう出ちゃうもん。あ、そうなんだ。じゃあ楽しむところじゃないと、ね、全然やめてくれって絶対乗りたくないですよだから本当、うん、あのピレリホットラップ、ね、GT の車で、うん、まあ、ドライバーの横乗るぐらいが多分一番いいと思います、うん、そうだね、うん、フォーミュラーの後ろに乗るってすごそうだな。いやもう全然次元が違うと思いますよ本当に。だってあれ乗った時のマシン、今のマシンまた本気で走ったら一瞬10秒ぐらい全然違います、ね。まあ、やっぱりファンドライバーってやっぱすごいんだね。だからね、そうそうだ、それを本当に首も全然辛そうじゃないし、うん、当たり前のようにやってるけ けどね、いかにその体がすごいかっていうことですよ彼ら。あれ全く同じ状態で本気出せるから、多分最初のコーナーで気絶するか首もげて死んじゃうじゃん。角田君だってね、うん、テストやってても後半はもう首、そうだよね、ヘッドレストにもたらかけるしかなかったって言ってたぐらいだから、だってトレーニングしてって自分、うん、普通乗ってる人でもそうだから、ね、うん、と思ってたはずだもんね。それはマリリンが言ってたよね、うん、2カテゴリーも3カテゴリーも違うぐらいの次元だったって言ってたら相当違うってことだよ ね。でもそれを自分たちの力で味わえるほどの速さで走れないってことですよ。あ、結局ね、我々が乗ったとしてもね、乗せてもらったとしてもね、同じスピードで走られたらとてもじゃないけど体が持たない、ね。まあ、そういう意味でツーシーターとかのね、もっとそういうのが広がるといいですけどね。そんな何百万とかっていう値段じゃなくて、うん、もう少しリーズナブルな、ね、F2 とか F3 の車でツーシーターとか作ればいいんじゃないかなと思って。昔森脇さんが作ってたんですよ、そうですね、エンコンがなんかでね、うん、亡くなったってことがなんか維持費が大変だったのかな。なるほどね、はい、ということで、まあ、もしご興味あればね、オーストラリアに、それかまあ F4 ぐらいで一回乗って、トモソさんが言ってるね、F4 はちょっと本当一回乗ってみたいかな。あれは誰でも乗せてくれるという、そうですね、お金払えばってやつでしょ、うん、F4 だったらいいんじゃない、うんうん、それである程度わかると。まあ、カートでもまあ、ね、ある程度わかるけど、カートとはちょっと違うかな。あ、全然違うと思う、うん、F4 だったら楽しいと思う、うん、はまらないように、ね、気をつけてもらうはまるだけのお金がないですでトモさんはそういうところ狙ってるでしょ、多分、ね、まあ、そうでしょうね、ちょっとお金があって、うんうん、っていうね、まあ、と思うので、ぜひね、何かしら体験していただければと思います。はい、ありがとうございます。